抗酸急性多発血管炎性肉芽首相は全身の動脈に炎症が生じる病気である。血管炎の分類を定めるチャペルヒルコンセンサス会議の2012年改定によって、抗酸急性多発血管炎性肉芽首相を正式名称とすることが決まった。1951年にチャーグとシュトラウスが病理学的な検知から提唱した。 高酸球性多発血管炎性肉芽主症は全身の動脈にエシ性血管炎を生じる病気。血節性多発動脈炎は肺動脈を犯さないが、本症は肺動脈を犯す。高校中級細胞質抗体のんぽ安化が出現することによって起こる安化関連血管炎である。高酸球増多を伴う全身性血管炎であり、病理学的には 高産休新準を伴う S 性血管炎や血管内外の肉芽腫を生じる。症例数が少ないため大規模な臨床研究を行いにくく診断指針、治療指針はまだまとまっているとは言いがたい。日本では厚生労働省の指定する特定疾患の一つ。血管炎症状の前に I 型ア,アレルギー性症状が先行することが多い。血管炎症状として 多彩な臓器症状を呈する。多発性単身敬遠を主体とする、神経症状が頻度が高く、全症例の70%以上で認められる。その他、関節炎、肺、心臓、皮膚、消化管、腎症などが起こる。生化学検査理官機関の政権が、高酸球性多発血管炎性肉が主症の診断に最善の検査であり、 白血球破砕性血管炎を認める。罹患臓器に針生体検査を行って炎症を認める。血管炎症候群の中では比較的ステイロイド治療に対する反応は良好である。しかし、難治例、再発例に対してはステロイドパルス療法や免疫抑制剤の併用、ガンマグロブリン大量投与療法などが試みられている。ありがとうございます。